ルベン・バラハ・ベガスは、スペイン・カスティー・リャ・レオン州、バリアドリッド出身の元サッカー選手、現サッカー指導者、スペイン代表であった。ポジションは MF。優れたタックルの技術、精度の高いパス、得点能力などを兼ね備えた、セントラルミッドフィールダーであった。実定の DF ・ハビエル・バラハも、ルベン同様に、レアル・バリアドリードの下部組織出身で、選手生活のほとんどを、 レアルバリアドリードで過ごしている。クラブカスティーリアレオン州バリアドリッドに生まれ、地元のレアルバリアドリードの下部組織に入団して1993年にトップチームデビューした。1996年にアトレティコマドリードに移籍し、2シーズン半をアトレティコマドリード B で過ごした後、1999年2月7日の UD サラマンカ戦でトップチームで初出場した。 1998から99シーズンも B チームでプレーすることが多かったが、セグンダディビジオンに属していたアトレティコマドリード B で11得点を挙げた。1999から2000シーズン終了後にアトレティコマドリードのトップチームがセグンダディビジオンに降格したため、2000年夏に遺跡金2000万ペセタで前年度 UEFA。 チャンピオンズリーグファイナリストのバレンシア CF に移籍した。バレンシア CF は MF ジェラール・ロペスト MF、フランシスコ・ファリノスを放出して新たな中盤の選手を探しており、エクトル・クーペル監督などに徴用されて数々のタイトル獲得に貢献した。2000から01シーズンはキープレイヤーの一人として UEFA チャンピオンズリーグの上位進出に貢献し、決勝で バイエルミューン県ンに PK 戦の末に敗れたものの準優勝を果たした。2001から02シーズンは怪我の影響で出遅れたものの17試合だけの出場で7得点し31年ぶりのリーグ優勝に貢献した。2003から04シーズンも8得点を挙げてチームをリーグ優勝に導くとともに UEFA カップでは決勝で オリンピックマル西洋2の0で破って2冠を達成した。2006から07シーズンと2007から08シーズンはフィジカル面の問題に苦しみ、出場試合数が減少した。2009から10シーズンは18試合に出場したが、フル出場したのは2試合だけに終わった。2010年5月16日、CD テニリフェ戦が、 バレンシア CF のユニフォームを着て臨んだ最後の試合となり、89分に途中交代した際には、エスタディオデメスタージャの観客からスタンディングオベーションが送られた。15シーズンでリーグ1338試合に出場して47得点を挙げた。2010年末にバレンシア CF との契約が満了し、その後すぐに現役引退が発表された。 代表を2000年10月7日、2002FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選のイスラエル戦で、スペイン代表デビューした。2001年4月に行われた日本との国際親善試合では、終了間際に決勝点を記録している。2002FIFA ワールドカップ本大会にも招集され、準々決勝まで駒を進めたが、PK 戦の末に、韓国に敗れた。 2004年に出場した UEFA ユーロ2004では、ポルトガルやギリシャと同組となったグループリーグで敗退した。2006年の 2006FIFA ワールドカップ出場メンバーからは漏れた。2011年6月、グレゴリオ・マンサーノのアトレティコ・マドリード監督就任に伴い、アトレティコのアシスタントコーチに就任した。2015年7月12日、ニブへの降格処分と、 なった、エルチェ CF の監督に就任することが発表された。2016年11月8日、ラーヨ・バジェカーノの監督に就任した。2017年12月12日、スポルティングで基本の監督に就任した。ありがとうございます。